どうもこんにちは。宣伝部長のコーチです。今日はアイドルキャスター終了かということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで今回はですね、カ a t ーのえっと中丸雄一さんですね。 が、まあ、不倫疑惑ということで「週刊文春」に報じられその後禁止に至ったという話があるというふうに思うんですけどもまあようやくといいますかその周囲の方々ですね例えば「週一」という番組であったりまあ要するにあのグループのメンバー等々の反応が出てきたので、まあ、今回はこのお話をしつつ ちょっとやっぱりねジャニーズのやっぱりキャスターがまあ、どんどんちょっとダ,ダメになってってるっていうのかな、まあ、まあそもそもやっぱり無理なんじゃねみたいな話をちょっとしていきたいというふうに思います はい。というわけで、まずはこちら、フラッシュさんの記事で、割ときつめですかね。全部キモくて泣いちゃうみたいな感じですかね。えー、女子大生とアパミッカアタック20回報道にファンを泣くが然。まあ、そりゃそうでしょうね。なんかやっぱり、同じことをやるにしても、例えば、普通に高級ホテルで女性も喜んでいて、むしろ女性側の方からアタックでみたいな、まあ、そういうのだったらね、まあまあ、なんて言うんだろう、さすがみたいな感じになるんでしょうけども、 20回アタックとか, <laughs> <あの笑>かとかね、一般人やんけみたいな、しかも路上ナンパとかね、一般人やんけみたいな感じのところがちょっとあるという感じで、まあ、ある意味、ね、まあ、庶民っぽいということになるのかもしれないけど、まあ、本当になんかこうテレビに出る側のとして庶民感覚を忘れずに出てるのか、本当に庶民かで意味が違うでしょ <laughs> <あの笑>っていうところがありまして、はいまあ、これについて、まあ、報じられたという感じですかね。 はい、でお相手の女子大生は文集の直撃に対してホテルでは何もしてないと説明し過去には中丸さんからの誘いを20回ほど断っていたことを明かしてますという感じですかねでまあ現在40歳で20歳ほど年下の相手にガツガツアタッ,アタックしていたことが発覚しこれまで築き上げてきた物腰柔らかなイメージが崩壊して、えー、しまいましたって感じでね、まあ、今後はキャラ変してなんかガツガツキャラでい,いけば <laughs> いいのかな、はいまあ、ただこう私は1タレントとし,かし,してしか見てないですけど、まあ、目線がねやっぱりファンとかだとちょ,ちょっと変わってくるかなっていう感じですかね。はい、で「えー、X」では中丸の言動に質問するファンが属してるってことで、えー、全部キモくて泣いちゃうなんかこっちが死にたいと。 まあそりゃそうですよね。アイドルといえば、まあ、ある種コンサートとかグッズとか一生懸命お金をかけながら応援してる一方ですね、いやいや、なんかこう素人の女子大生に20回アタックって聞くとひっくり返りますよね。はい。っていう感じで、えっと、中村君って結構から、前から好感度い高いといい意味で庶民的なキャラって感じだったからこそ、まあ、今回の内容の情けなさとしょぼさが残念すぎると。 いう感じでねやっぱりねアイドルギャップを大事にしなきゃねなんか庶民っぽい感覚を忘れないけど普段の生活はちょっとなんかあのー、普通とは違うとかねいう感じですよね。だからまあどうなのかなまあだからやっぱりこうタレントがこう好感度があがるし生活ってセレブっぽい生活というよりは。 なんかまあそれはそれでやっちゃうとね、まあ、金かけてんのかってなっちゃうから、なんか、いわゆるおしゃれな趣味っていうのかなまあ、DIY でもなんでもいいなんか、車でもバイクでもなんでもいいんですけど、まあ、そういうのを持ってると、ああ、みたいな、<laughs> なるほど、みたいな感じになるんでね、まあ、そっち系の趣味で、なんかね、すごく、そういう部分がもし出てきくるような報じられ方だったらね、まだ良かったかもしれないですけど、まあね、はい。 トリプル役マンみたいな感じですがしかも新婚だったとかね <laughs> まあなんかもう <laughs> あかんあかんとこだらけやんみたいな感じでね危機管理能力もないし、まあ、相当やばいという感じですねで中丸は問題児が多かったかつのメンバーの中でもスキャンダルとは無縁の優等生キャラだったとこれは本当にそんな感じだったしなんか他が全部なんかキャラ立ちしていて なんかこう、まあ、不良の集まりみたいなその <laughs> 私の感想ですけどね <laughs>。の中で唯一ななんかなんで優等生が混じってんのかなと思ったんですけどやっぱりかみたいな感じになっちゃうっていうところですよね。はい、で、まあ、とにかく穏やかな笑顔は大人向けの番組をよく馴染んだようで週一以外にも「朝だ生です旅サラダ」ということで、まあ、これもねとんだとばっちりでねこういうなんか。 あの番組名がいじられる事態にまでなってると, <laughs> <laughs> ということで、まあ、ちなみにこの旅サラダの方に関しては、まあ、1コーナーに出てる人だからか分かりませんけども全く触れられずみたいなところだったようですねはいこのままスーっといなくなるパターンがあるんですかねはいでえー、っとそしてですねまああとは嵐の二宮和也和也 とまあ運営するまあ、そうですね。まあ、それ以外にも、まあまあ、いい部分、まあ,あ、りつつ、最近はなんか遅刻癖だとか、まあまあ、良くない部分が、まあ、クローズアップされてしまうとかね、あの、ブラホック外し問題とかね、<笑><笑>めっちゃ早いやんけ、早い理由が分かったよみたいな感じにまでなっちゃってるとまあ、いうところですね。 はい、でこちら、モデルプレスさんの記事で、週一という番組の中山さんがですね、謹、え、慎、っと、中の中丸雄一さんと、 まあつまあの笹崎さんとの会話ですね、を、まあ、明かされたって感じで、中丸君自身は大変反省しておりますって感じですかね。まあ、割とあの情報番組でね、まあ、そもそもここの番組においてジャニーズ問題が大変な時にも、まあ、中丸さんはうまいうまいこう言い回しといいますかをされていて、まあ、ある種活躍をしていた印象があるんですけどね、まあ、今回は自分がまあ言われちゃうっていう立場になったということで、えー はい、で、えー、週一のね、番組スタートから15分後、スタジオでのオープニング時に MC の中山さんから、ですね、それからすでに報道されております通り、今週は中丸さんがいらっしゃいませんということで、本人の意向により謹慎することになりましたっていうことが言われた上で、えー、っと、そうで、すね。で、そして、えー、中山氏は、ですねわた、実は私は中丸君と奥様である佐々木アナと先日、ちょっとお話をさせてもらいましたと。 いうことですね、まあこれはねまあ、番組でやっぱり言わざるを得ないからっていうことでまあ多分そういう場が設けられたんだろうなというふうに思いますけどもで中丸くん中丸くん自身は大変反してしておりますということで自分の立場ということも当然あるわけですけれどもそういった中で警察の行動を取ったということで責任を取りますということで、まあ、活動休止と。 で、あと笹崎さんからはこの文面にあったように自分と向き合ってほしいという言葉がありましたでこのまあ自分と向き合ってほしいというのがおそらくどういったことかというと責任であったり自覚であったりとかすると終わりであったり,り過ちであったりそういったことを含めて市場的なところの生活の部分を言ってらっしゃるのかなというふうに思いましたということですよね。まあ、ある意味、あの まあよね、まあ、よくあるのは、まあ、こういったことが起きた時に、まあ、相手を責め立てるみたいなところがあるわけですけどもまあそれじゃあまあ解決はせんですよね。自分と向き合ってってなると向き合った上でかなり改善しないとゆる許せないみたいな話になっていくわけじゃないですか。まあまあ向き合ってという言葉自身がすごく優しそうに見えますけども実際中丸さんの立場に立ってみるとただなんかこう。 ねめちゃくちゃ怒られてすいません追いをつけますぐらいの感じで済んだ方がむしろ楽なんであって自分と向き合ってって言われちゃうとなんかこう全問答みたいな <laughs> まあ感じになっていくわけで自分で対処しなきゃいけないって感じでねはい、まあ、というところですかね、まあ、とにかくそういった考えることを提案してるとおっしゃっていたってことで、まあ、この佐々木さん自身がまあ非常にまあ賢い方だっていうのをここからも透けて見えるって感じですよね。 まあでもそれを言うのは今後夫婦としてやっぱりやっていく上において、まあ、そこを見直してまあ共にやっていきましょうよっていう救いの手でもあるわけですよね、はい。というわけで夫婦としてはお互いにの時間を向き合うということを重ねていい方向になるように時間をかけていきたいということですね。それからまあコミュニケーション不足であったの反省等々もあるということで、まあ、これからはたっぷり取れるんでねっていう感じですかね。はい、そして中山さんからはですね えと中丸君本人が新たなああ生まれ変わりっていうんですかねそういう機会になってほしいなと思ってますとで一つ言えることはその一日一日を丁寧に生活していくあるいは家福仕事がない夫婦の中で生活をしていくということではないかと思いますとメッセージということですかねはい、はい、という感じなんで、まあ、いずれにしても番組としては見守っていくという流れのように思いますねはい。 でそして続いては、こちらはですね、上田達也さんでいいのかなが、まあ、同じメンバーの方が Instagram のストーリーズを更新し、えー、と中丸氏の件についてコメントしたっていう感じですかね。はい で、えー、と上田氏はファンから質問を募集と、まあ、質問募集したらね、今募集したらあの <laughs> 来るよねみたいな感じで、まあまあなんかやっぱ言いたかったんでしょうね。で、正直に中丸くんの件についてどう思いますかと問われると、正直に言っていいんですかねと逆質問と。で、うん、反省はあもちろんしてもらった上で、俺は支えますと、メンバーであり、長年の連れでもあるのでと答えたと。 いうことですかねでその上で「えっ、ー、と俺のこの意見周りにどう言われると興味ないです」と「一個人の意見なので」と前置きしただ本人には悪いけど「ままるるまるくん」<laughs> って曲作った作っちゃうよね いいいいいじじ気味に宣言しててたって感ででねね、まあ、ずれいじれるる時が来るといいですか、ねはいまあ、その一方で亀梨さんは私が今あ現時点において知る限りにおいては何もおっしゃってないんですけどもまあまあでも何て言うんですかねもうその若かりし頃っていうよりはもうみんなそれなりの年齢に達してますから大人な対応っていうんですかね、まあ、反省してもらってみたいな支えますっていう感じではなかろうかというふうに思いますけどもどうなんでしょうねはい。 はいでそしてちょっと最後にですね、興味深い記事ですかね、こちら、えー、とトースポさんの記事で、中丸雄一、アパミッ会でアイドルがニュース読む時代は終了へということですかね。なんか、アパミッ会になったんですかね。<laughs> あの私、と本当にアパマルがハマってて、あのアパマル。ただ、アパマルだと。 まあやっぱあれか、あの記事としてはよう分からんですよね。アパマルじゃ分かんないので <laughs>、<あの笑>アパ密会だとまあまあ、分かりやすいですよね。はい嘘ではないです,がですからね。うん、で、えー、っと、中丸氏の近親は、旧ジャニーズ事務所が推し進めてきたキャスター戦略終焉の決定打となりそうだというところですね。はい で、まあ、密会報道により謹慎となった中村、複数のレギュラー番組を抱えていたが、次々と、まあ、出演見合わせっていうんですかね、いわゆる謹慎しますということですけどね、そのうちの一つが情報番組週一ですかね、えー、と元にっと、元日テラアナウンサーの笹崎氏と出会った番組であると。で、コメントに説得力がなくなるので、もう戻ってこられないでしょうということなんですけど、まあ、どうなんですかね。<laughs> <laughs> はいまあ確かにそっか番組が許したとって視聴者は結局「アパマルが何言ってんだよ」みたいなことになるってことですよね。はいという感じでまあだから結局あここもちょっと櫻井翔さんの話も書いてありますけどもまあ櫻井翔さんを筆頭になんかいろんな方がやっぱり情報番組にジャニーズ事務所の方がわーっと出てきててね。で ま,あまだなんか中丸さんもそうですけどコメント言うぐらいのポジションだったらいいのかもしれませんがやっぱりキャスターというポジションですよね、まあ、以前は東山さんとかもやってましたけどもやっぱりそのどうしてもやってると所属事務所がでかいからあらゆる問題が起きた時にそれについて触れざるを得ないわけですよねでもそれに耐えれるキャスターっていうのがまあいないっていうか、まあ、そもそも そもそも多彩でその俳優もやったりバラエティーもやったりそれだけですごいわけですよそれプラスキャスターってちょっと欲張りすぎじゃねみたいな感じで本来の意味におけるキャスターの能力が。 ないのにやっぱりその見た目がいいっていうことで起用されているっていうところがあって、まあ、それはちょっと無理があるっしょみたいなことだと思うんですよね。まあ、現状もなんかほら桜井翔さんもねやっぱり例の問題があ、まあ、まあ完全に解決されてない状況の中でなんかフランスの方言ってるんですかねそうするとまあ現地でも批判的なまあ声があるらしいんですけどとにかくなんかこうそういった問題が起きた時に自らの身が起きて 起ききたととにあのちゃんと対処できないとかね、まあ、本当の意味での説明責任を果たせてないような人がやっぱりやってたら当然説得力なくなるわけじゃないですか。だしそれもあの番組として言わせられないってなるとそうするとあらゆるにおいて番組としてあん忖度してやってんだなっていうふうになっちゃうわけって、まあ、よく聞く、まあ、アメリカとかで言うとそのいわゆるキャスターっていうのはね CM やっちゃダメだと。 やってるやつ当然ダメでやるにあたって当然やめてからやるって感じでそれはやっぱり利害関係があるわけじゃないですかでそこで例えばまあコカ・コーラ社のね CM で出てたとしてでそれが不祥事を仮に起こしたとしたらそれについてやっぱり言えないじゃないですかだからあのダメなんだって感じなんですけどもまあねタレントといえば一番稼ぐのは CM なんでそれに出ないわけにいかないですよねまあいろんな、まあ、それを全部切ってね覚悟を持ってやる分についてはまあ賞賛したいし あのそういうのあってもいいのかもしんないけど結局全部いいとこ取りしてキャスターってのはやっぱ無理があるよねって感じでまあでもそれってやっぱり日本の報道の自由というか報道のレベルが低いからそんなようなことが成立しちゃってるわけでそれを許してる視聴者もやっぱり問題だという感じでやっぱりちゃんとした人がやらんとねあ,のあるいは番組としても本当のことをしっかり報じるようになんないと、まあ、いつまでたっても報道の自由ランキングね回、まあ、ものすごい下みたいな感じでね。 はい、っていいととうことだと思いますなんか。なんか中国とかだとねまあ正直何かこう一国民としてはまあそもそもが本当のことを言うかどうかっていうねことを怪しんでるわけじゃないですか政府もそうだしそういった、まあ、テレビ番組含めてどうせ息かかっるんだろうと。だから それを信じてないから信用できるとこ自分で探すってなるけど、日本の場合で言うとそういうのはね、まあ、ネットの登場によってずいぶん増えてきてはいるけど、いまだに政府の言うこととテレビの言うこと全部正しいみたいなね。まあ、おおむね正しいことは言ってるわけですよ。だけど、その信用を利用して時々情報操作を行うわけじゃないですか。まあ、それが問題なんであって、で、えー、いうことですよ。ちょっと話が。 深くなりすぎたとにかくまあそういったポジションにやっぱりあのつくのがまあかなり難しいんじゃないかってことですよね。で、まあ、今まではまあそういう自らの身に起きたっていうか事務所に起きた感じの出来事でしたけどもあの中丸さんとかはそれ起きた時に、まあ、一応触れつつ上手に回答してるなっていう印象だったんですがまあ、ご本人のやっぱり爆弾がポンってきた時にはまあうん、やっぱりやね あの自粛せざるを得なくなってしまったっていう感じなんでまあそのような感じでいくとそもそもジャニーズのタレントっていうのがまあまあこう結構厳しいんだろうねっていうところですよねはいはいでまあそのジャニーズのタレントの起用のされ方としてはですね音楽番組とかいろんなの等々を除くとやっぱりそのイメージがいいらしいんですよあとまあ男性でやっぱりこう見た目がいいから 番組の構成上ねやっぱりどうしても実力あるのがおじさんとかなってくるわけじゃないですかでこれじゃダメだっつって若い女性を入れたりとかいろいろするけどまあでそこにもう一つえー、っと何て言うんですかね見た目のいい男性みたいなのを入れるとみたいな感じですかねしかもまあ能力値も高いわけじゃないですかまあそういった意味でまあ重宝されてたらしいんですけどもさすがにちょっとねやっぱり情報番組とかもねまあかなり厳しくなってきてるんで かなみたいな、まあそのような記事なんですけど、私もそのようなことを思いますかね。まあまだね、多少コメントする分については、まあいいような気がしますけど、それ、なんかこう、条件は他のタレントさんも一緒なんでね。はい、で記事中においてはですね、まあ、昨年の旧ジャニーズ事務所の問題により、雲行きは怪しくなっていったということで、所属タレントがキャスターやコメンテーターとしてコメントすることが難しい場面が増えてきたからだと。 いうところですかねそれ以外も旧ジャニーズ事務所の流れを組むスタートエンターテインメントのタレントですかね。それ以外も辞めた人も含めて、やっぱりジャニーズと関係性がありそうな人が出てきたときに、まあ、やっぱりね、どう思うのみたいな感じになりますよね。で、コメントしなければならず、ややこしい調整が必要な場面もあるということで、最近は報道や情報番組に旧ジャニーズ現スタート社のタレントを起用しないという流れができつつありましたって感じで。 まあこれはなんかねまあそういうところですかねまあ吉本も似たような感じですけどまあまあでも松本さんの問題が起きてもまあうまいこと回答し、まあ、逃げてはいないですからねっていう感じのところなんだと思いますと。 でえっと、3月には TOKIO、OK、の城島氏が出演する週刊ニュースリーダーも終了と。まあ、城島さんもまあ私が見る限りきっちり答えたというふうには見えていなかったので、まあ、だから番組の顔として言ってくれればいいよみたいなことだったわけなんですけれども、本当になんか本当に大変なことが起きた時にはまあ答えないんだみたいなところがあるから、まあ、それが見透かされてしまったっていう感じなんで、まあ、今回のがとどめになるんじゃなかろうかというようなお話でした。はい、という感じですかね。 はい、であとちょっと個人的に思うなんか最大のデメリットはなんか魔法が解けるんじゃないかっていうとこが一番でかいような気がしますかね、まあ、なんかほらそもそもですけどアイドルといえばまあ20代前半ぐらいまでのもんでなんか SMAP さん登場以降ですねそのアイドルの寿命というのがすごく伸びていてですねまあファンと共になんかずっとねすごいなんかこうまあ年を重ねていくみたいな感じに まあなっていていそれはそれでまあ素晴らしいことなんでしょうけどもでもなんかこう若い時は勢いでいけてもある程度年齢をいくとですねそ,そのアイドルということを維持することが、まあ、見た目含めてねすごい大変じゃないですか。だからそれはほんとすげーなな思っていが見るですけどねそうでまあまあそれは仕事なのかもしれないけどでその中にやっぱりあのかけ続けてきた魔法ですよね。 ああののがっっててビューって1人の人間なんでね、まあ、中にはまあ私生活含めてなんかカリスマみたいな人いるかもしれないけど、まあ、言うて同じ人間なわけですよね。でそれがファンにかけた魔法みたいなやつがあってやっぱりそのなんていうんですよなそれがまあ応援する流れにつな,つながっていた部分があるというふうに思うんですけども、まあ、今回の件がまさにやってることが庶民庶民っていうのかな <laughs> まあ普通の人はまあそもそも40にもなってその路上ナンパしないと思うんですけど。 まあなんかこう,う正直、まあ、言い方良くないけどチンピラみたいな感じなんで、まあ、普通やんない、まあ、なんて言うんだろうなそうまあまあがっかり感はでかかっただろうなって感じでファンファンからするとねそうだからそこで魔法が解けてしまったってなるとそうするとまあ本業であるアイドル活動っていうのが難しくなっていくって感じでまあそのグループそのものの人気とかがまあ下がる かもしれないですよね、はい、だからポジション的にもねやんちゃなお前らをなんかうまく調和,調和っていうか緩和するみたいな立ち位置だったというふうに思われるんですけどもお前もかみたいな <laughs> だそれがうまく転換していやお前もかよしいらっしゃいみたいな感じになるのかまあでもねでも亀梨さんはすごく真面目な印象があるわけなのでまあじゃあその役割はあの亀梨さんがやってあの分 <laughs> かんないけど <laughs>。 <laughs> まあちょっとそのグループ間の感じが私はちょっとよく分かってないんで何とも言えないんですけどね。はい、ただ個人的にはまあ本当にまあこんなの個人的な問題なんでね別にこれによって仕事を失うっていうことは必要ないと思いつつただあのまま出続けてても単純にまあまあイメージが悪くなっちゃったんでねだからそこがまあ一番重要なところで。 それをどのように回復していくのかっていうのがまあ一番のポイントなんじゃないかなと思いますね。でまあテレビの時代がいつまで続くかわかんないんですけどね、まあ、いろんな意味において人気を得ていかないと難しいお職業だと思うんでまあなかなかね大変だと思います、はい。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。